これでベッドの上行っても大丈夫だから。何ですか、この組み合わせはもう、はい、何の一発か分かんないですよ。この組み合わせはもうさすがに一発すぎるよね。どうもー、うん、はい、ということで今日なんですけど、はい大丈夫かな。落ち着いてください。ああすいません。あ、ごめんなさい。はい。うん、まあ、っていうのもね、はい、まあ、僕たちカップル。あ、カップルじゃないです、私たち。はい、まあ、ちょっと普段いろんなとこにね、ちょっとデート行って、まあ、Vlog したの YouTube の方に上げてるんですけど。私はデートと思ってないんですけどね。ちょっと、今日大丈夫かな。何ですか。いや、なんかほら、はい、YouTube 大丈夫かなと思って、ちょっと。心配だなと思って YouTube で大丈夫なことをやりましょうよ。それだけをしましょうよっていうのもね、はい、ちょっと今日僕たちね、はい、ちょっとラブホテルの方にちょっと来まして、もう来ちゃいましたけど、なんかラブホテルに、ちょっとりなちゃんにちょっと、はい、一発お願いしたいなっていう、ちょっと今日は何言ってるんですか。なんで私も来ちゃったんだろう、ラブホテルに。なんで断らなかったんだろう。ちょっと YouTube に上げられるかどうかちょっと心配ではあるんですけど、 YouTube に上げれることだけをしましょうよ。まあ一応撮っときます。なんでですか、うん、意味がないから。どうしたいやじゃん、何ですか、どうしたじゃなくて、なんかさっきからなんかすごいなんか、うんうん、わーわー言ってる。わーわーってまとめないでくださいよ、うんうん、私が頑張って反論してるの。どうした何入れてください。何が不満なの。そんな不満しかないですよ。どうした、なんでまず私はラブホテルに入ってきちゃってるんですか、あなたと。怖いんですけど。いやだからそれ説明したじゃん、はい、その一発お願いするためだっつうの。ちょっと意味わかんないですって。だからその無理ですってば。無理、うん、したくないですって。うん、なんでそんなになんか嫌がってんのか分かんないな。なんですか、一発ギャグ。あ、ギャグのことですか。ギャグのことを一発って縮めてたんですか。あ、そうだよ、一発ギャグを、うん、そう、ギャグならやりますよ。あ、そうだよね、うん、あ、びっくりした。なんだびっくりした、うん、もうなんかラブホで一発とか言うからなんかよくないことかと思ったら。いや違う、その一発ギャグするときやっぱめっちゃ声出すでしょ。そう、だからそのやっぱ防音とかもしっかりしてる場所の方がそういうやりやすいかなと思って一応ラブホに来て。ちょっと言ってくださいよ早く。当たり前じゃん。なんでちゃんと言ってくれないんですか最初に。え、逆に何すると思ったの。いやちょっとセクハラ始めないでください、ここから。やめて。いいじゃん、一発ギャグするってことで なったんだからいいじゃん。あ、そう、そっちの方面に持ってかないでくださいよ、うん、でもいきなりちょっとこの状態で、はい、じゃあちょっと一発お願いしますって言うのもちょっとあれじゃん。そうですか。急すぎるじゃん。できますけど、うん、だからちょっと一回だけちょっと先さ、はい、シャワーとか浴びた方がいい。シャワー浴びます。うん、シャワーいいですよ別に、うん、ちょっとだからシャワーの方からまず浴びていきたいなと思います。シャワー、はい、ということで、はい、うん、そっちにお風呂場あるから。いや、いいですよ別に。ん？なんでシャワー浴びなきゃいけないんですか？いや、だいたいこれなんか一発する前でなんかシャワー浴びたりしない？どういうこと？ん？何を一発って言ってるんですか？別にギャグする前にそのシャワー浴びるとかないでしょ別に。体の綺麗さとか関係ないし。あ、そうかな。ギャグした後にまあ汗かいてシャワー浴びたいはギリあるかもしれないですけど、あ、前は絶対にないです。そう？まあでもそれリナちゃん的に別にその、はい、浴びてない状態で一発させてもらえるんだったら全然いいんだけど。どういう、リナちゃん的にその先浴びときたいかなと思って。特にないです別に。大丈夫です。大丈夫？はい、うん、大丈夫。汚いですか私なんか。どういうこと。いや、わかんない、そのせっかくだったら綺麗な状態でその、はい、披露したいかなと思って。ああ、うん、あんま失礼ですよ、なんか人にシャワー浴びろみたいな言うの。もう嫌じゃない。大丈夫だよ。まあまあでもひどいと思います。せっかくあるからさ、ちょっと一回行ってみようよ。うん、行ってみる、うん、浴びないのに、うん、ご足労じゃないですかそんなの。まあまあまあ、なんで、うん、せっかく来てるからさ、そう、どんな雰囲気なのかなっていうのも確認しながらさ、うん、隅々まで楽しもうとしなくて別に、うん、ギャグすればいいんでしょ。え、俺も一緒に入っていい？まあいいですけど別に。あ、ありがとう、うん、はい、一緒に入ってから何。みなちゃんはね、一緒に入って大丈夫なタイプでした。いやいやいや、別になんかそのここはい、ね、そんなキックしないと、閉じない扉閉めちゃったの今。どうする？開くんですかこれ。洗い合う。なんで、話が違うじゃないですか。あ、そうか、うん、ギャグすんでしょ。あ、ごめん、なんかあれだ、なんか一緒になんかお風呂場入ってきたらちょっとここでも一発ちょっとお願いしたくなってきちゃった。本当の目的は何？いや、だからちょっとダメ、お願いした。嫌なんですけど。え、怖い怖い。
さっきって言ってたのに、一発ギャグ。あ、ギャグのこと言ってるんですか。もうギャグならやりますよ、全然。あ、そうそうそう、せっかくだから。はい、うん、ギャグって言ってくださいよ。なんで一発ギャグの一発の方にあの縮めちゃうんですか。一発ギャグって言ってくださいよ。風呂場だからやっぱ声響くかなと思ってさ。あー、別に それいらないですけど、エコーみたいな、なんか聞き取りづらくなるじゃないですか。なんかギャグとしてすごい、歌ってない人にエコーみたいな、伝わりやすいかなと。まあ、やりますけど、じゃあ、本当に、風呂場にふさわしいギャグやりますか。あげますか。はい、あります。あ、あります。あ、はい、失礼します。はいはいはい、一発ギャグ。はい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 、皿洗いしてて一緒に体も洗うと。洗うんです、どうか。何何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 、なんで笑ってくれないんですか。あれ、ギャグやらしといて。あ、いやいや、何、どういうことですか。今ほら体洗ってたから、そのほら俺も洗うんです、どうかと思って。ギャグをやったんです。体洗ったんじゃなくてギャグやったの。あ、そうなの。ギャグさせられてやったの。あ、なんだ、なんで笑わないんですか。あ、ごめんごめんごめん、どういうこと、どういうこと。ラブホで体洗ってんのかと思ってさ、ちょっと。違います、ラブホで一発ギャグさせられてるんです。それも意味わかんないですけど。あ、ごめん、うん、出ましょうよ、お風呂なんて。湯船使う、湯船使う。いいです、いいです、用事ないです、ここに。あ、そもそも。あ、そう。さあ、ということで、シャワーも終わったということでね、うん、はい、別に浴びれないですけどね。ちょっとあのほら、バスローブも あったから。いいですよ。え、使わないから。でもほら、あのさ、一発すぐに当たってさ、ちょっとその バスローブ着替えた方がいい。どういうこと、この服でよくないですか。さっきもこの服でやったし。大丈夫、どういうこと、大丈夫なんですか。服とか汚れちゃわない。別に大丈夫です、汚れるような一発ギャグはないですし。動きとかあるやつだったらさ、はいはい、うん、汗とかかいてさ、はいはい、ね、なんかびしょびしょになっちゃうかもしれない。いいですよ、前とかはだけちゃう方が嫌ですよ、バスローブ着て。何色がいいの。なんで選べるんですか。無駄に可愛いんですけど、ピンクとか。ああ、やっぱピンクとかの方がテンション上がる。まあ、そうですね、可愛いんでピンクの方が。まあいいよ、いいよとか、うん、別にあの着たくないんですけど、これを着てギャグしたくないんですけど。あ、そう、うん、必要がないから。じゃあ一旦それはじゃあ後でにするか。後で、うん、後でとかも嫌です、うん、まあ分かった、したくないです。とりあえずベッド行こう、ベッド。え、なんか、うん、ベッド行く必要あります。別にここでできるんですよ、ずっと場所が確保されてるから、最低限の。でも足元、あ、危なくない、大丈夫。どこがですか、うん、別に、うん、なんかギャグやってる時にこう転んじゃったりしてさ、うんうん、倒れちゃったらさ、ほら危ないじゃん、床に。ベッドの上でやったりする方がなんか、うん、転んだりしちゃいそうですね。分かんないでしょ、痛い人でもおぼつかない、せっかくだから行ってみて。なんでなんですか、うん、ですって。なんでラブホ来ちゃったの、うん、乗りましたけど、何ですか、うん、どう、ベッドの乗り心地は。あ、まあまあ、ふかふかです、うん、普通にベッドなんで。じゃあ早速、さっきシャワーも浴びたし、はあ、うん、はい、ベッドの上来たし、はい、ちょっとラブホだし、はあ、じゃあ一発お願いしたいなとちょっと思って。どういう意味ですか。何怖いんですけど。逃げてもいいですか。なんでなんで急にそんなになっちゃったの。何さっきもやってくれたじゃん、一発ギャグ。あ、ギャグのことですか。あ、ギャグ、うん、あ、なんだ、よかった、うん、シャワー浴びてベッドの上でとか、うん、なんかいっぱい付け加えられるから、さすがになんかギャグではないんじゃないかと思ったんですよ。いや、もう準備満タンで、なんこんな広いそのなんか舞台みたいなところもあって、うん、そう、やりやすいかなと思ってました。あ、本当ですか、うん、どうで、うん、別にさっきの場所でよかったんですけど。いや、やりますよ、はいはいはい、ギャグ、うん、一発ギャグ。緊張してんの。てってててってってってててってってー、シャツインしました。え、脱いでよ、脱いでよ。ずっとリアクション間違ってるんですけど、あの、え、ギャグやらせましたよね。いや、なんで笑わないんですか。あ、じゃあ、ツッコミのつもりでいたわ、今。いらないです、うん、そういうの。そう、逆だろう的な。それだけで完成してるから。ラブホ来て、ベッドの上来たのに、シャツインしちゃうんかいっていうギャグじゃないの。違います、別に。そんな意味はないです、特に。あ、そうなの。ギャグやれって言われたから、やったまでです。普通脱ぐだろうっていうことじゃないの、うん、違いますって。うん。脱がないし、まず。絶対にあなたの前でラブホ来たけど、ラブホ来ちゃったけど、なぜか、何ですか、何笑えよっていうか意味わかんないんですけど。あ、ごめんごめん、そうか、ちょっとさすがにちょっと俺もちょっとわがまま言っちゃってたかも。まあ、はい、うん、そうですよ、そりゃそうだよな、さすがにね、はい、うん、ギャグしろってだけで相当わがままですから、このままの状態はね、さすがにあれだよね。うん、そっかそっか、あれだね、うん、ゴム使いたいよね。そういうこと言ってない。よしよしよし、はいはいはい、なんかその病気が
がとか思ってないですよ別に特に。あ、いやいや、そのほらせっかく一発するんだったらそのゴム使いたいかなと思って。何の意味ですか、それは。何の一発ですか。え、使わないです別に。え、ゴムなしで OK？ なんかそれは響きが良くないですけど。ゴムなしでいいの？だって別に、うん、ゴムなしでしかないですよギャグって。え、何ゴムありギャグって何ですか。ゴムなし一発 OK？ どういうこと。ゴムなし一発 OK でなんかあんま映さないでほしいんですけど。あ、そう、絶対に違うから。いやでもせっかくあったからさ、そのりなちゃんのことも考えてさ、まあ、ゴム使った方がいいのかなと思って。うん、私のことを本当に考えてくれてるんだったら、なんかその、うん、ラブホ連れてきて動画撮って YouTube とかに上げないと思うんですけど。ゴムと横に並べて動画とか撮らないと思うんですけど。ゴム使ってその、うん、一発ギャグをやれっていうことに見えないですよ。もうこれまでできちゃうと。この場にあるものを使った方がそのハードル下がるかなと思って。あ、そんなことしてくれる。そうそう、もともと用意してたものじゃないものを使ってギャグやった方がハードル下がるじゃん。ハードルを下げるためにってことなんですか。そんな用途あるんですか、うん、ゴムって。うん、あ、じゃあ行きます。ギャグ行けるの。ギャグ行けますよ。ギャグなら、ギャグならしますよ。ギャグでいいなら。すげえな。行けますよ。今渡したんだよ、うん、一発ギャグ。はくらえゴムゴムの否認。何ですか。やめてくださいって難しいですって。頑張ったんです。私ワンピース12巻までしか読んだことないけど絞り出したんです。ゴムゴムの否認してもいい。やめてください。ダメ。しないでください。え、ダメ、うん、やめてください。この絵面嫌ですけど。やめてください。いやじゃあ、まあ、何疲れてるんですか。ちょっと立て続けにちょっとすごかったか。ちょっと見てただけじゃないですかギャグを。何を疲れることがあったんですか。ちょっと一回休ませて。ちょっと何つまんなかったみたいなこと言いたいんですか。何。いやすごいわりなちゃん。でも何ですか、うん、だってもう、はい、3発。あ、はい、あ、はい、うん、この短時間でもう3発。ちょっと疲れちゃったよ。ギャグ3発ってそんなカロリーないですから。すごいなりなちゃん。ちょっと体力化け物でした。体力を使うようなことしてないから。3発も何疲れてるんですか。やめてください、うん、3発もとか言ってハンハンするの。ちょっとだけ休ませてもらったら、うん、ちょっとあともう一発ぐらいはちょっと、うん、いけるかもしれないなって感じなんで、うん、なんでそっちが休む必要あるんですか。ギャグ見るのに。そうそう、そんな疲れるギャグやってます私。そんな解釈大変ですか。ちょっとほらあれだ、普通にさ思ったけどさ、ベッドの上で、はい、着てきた私服、はい、着てんのってあんま良くないと思う。このベッド汚れちゃったりするから。そうですかね。じゃあベッドからどきますよね。一旦ちょっとさっきのバスローブ、はい、その服着替えたまで別にベッドの上にいたいとかいう気持ちないんですけど。いやちょっと もう一発だけしてお願いしたいから。なんで別にこのままでしますよ。立ち上がってとか全然。なんで。はい、ということで、はい、バスローブの方にね、うん、着替えてもらいました。なんでですか。意味ないですよ、ね、これでベッドの上行っても大丈夫だから。なんでですか。もうこの格好でベッドの上に行きたくないんですけど私。なんで。いやなんかもうラブホすぎますでしょ。ああ、そうだ、確かにね、うん、うん。一発すぐにはちょうどいい感じだよね。どういうことどういうことだろう。だってギャグするにはもうこれなんか、うん、動きづらすぎますもん。そうかな。これだけで支えてるんですよ、うん、この服って。え、これだけで支えてるってことはこれ。ヒントを与えなきゃよかったんですけど、うん、一回ちょっと座ってみたらとりあえず一回、うん、はい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 。なんでなんですか本当に。なにその声。なんでその声が漏れ移るんですか。いやちょっと、うん、バスローブ姿見てたらさ、はあ、ちょっともう一発お願いしたくなっちゃって。怖い。すいません、この動画公開しないからお願い。一番嫌です。お願い。公開できる動画を撮ってほしいんですけど。ダメ。最後に一回だけ一発ギャグ。ギャグのこと言ってるんですか。あ、はい。ギャグならやりますよ全然。ずっとギャグ。ギャグならギャグって言ってくださいよ。だから一発って略さないで、ギャグって言えばいいじゃないですか。ずっとギャグのこと言ってるけど。個数同じだから。うん。もう結構ギャグやってもらっててもさすがに分かるかなと思ったんだけど。分かんなかったです。あ、そう、これ着る必要ないですもん全然。ベッドの上にいる必要もないですし、いっぱい動いてもらって汗かいてもらっても大丈夫だからこれ。はあ、そんな汗かかないですよ一発ギャグ1個で。分かりましたけど、まあやりますよ。じゃあいきます。一発ギャグ。おでで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 、お察ししてません。おでこにでっかいニキビできて隠してます。
いやじゃあ何ですか。いやじゃあ何バスローブ着て何やってんの。自分がさせてるんでしょずっと。えギャグを。いやじゃあいやじゃあそうそう何それそんななんですか。疲れないでしょということで息切れるは違うじゃないですか、いっぱいしてもらいました。一発ギャグいっぱいさせたのになんで楽しくなさそうなんですか。ありがとね。わかんないですけど、ということで、今日のデートちょっと点数つけてもらっていいかな。点数、私が点数つけるんですか。まあやっぱりりなちゃん的にもやっぱいっぱいできて嬉しかったと思うからさ。一発ギャグいっぱいしてるのにちょっとさすがに笑ってくれなさすぎてあの0点です。クソが。いやそうでしょ、てかまずラブホテルでいっぱい一発ギャグするって本当に何。一発ギャグじゃない、一発したろか。いや、やってください。そんななんか0点とかお仕置きみたいに使わないでください、もうここまで来ちゃってるからね。怖い、最悪だ。どこだっけ、保湿なの忘れてた。 ここを剥がせばいいんだっけ、こいつと二人なの忘れてた。ここを剥がしたらいいんだっけ。そうなんだっけ。悪態つきすぎた。よし、危ない。ゴムもあるからね。やめてください、でもゴム使おうかな。助けて。まあでも次のデートもとりあえずは点数つけてもらえば頑張ろう。せーの、バイバーイ。着替えていいですかこれ。早くもうまた一発お願い してもいい。ギャグならしますよ、ギャグならギャグって言ってください。だから